ドーミン夫婦です。今回の旅の目的、山形でお盆の墓参り。山形の新戚宅に到着してお盆を過ごします。新戚宅は新庄市の米どころ、一面田園風景の中にありました。山形の家は新旧問わず伝統的な造りで風格があると聞いていましたが、その通りで縁側があってレトロな感じに驚きました。縁側から見た風景はなんとも贅沢。時は稲刈り間近、山形らしい広大な田んぼが広がっていました。ということで今回は、いいよ、山形リアル県民ショーといった感じで、道民驚きの食文化や風習を堪能します。芋のこじる、これは里芋なんだ。そう、里芋。芋こじる、山形の郷土料理で鍋料理の一種。里芋、肉、野菜、こんにゃく、豆腐などを大鍋で煮るもの。美味しかった。馬肉の楽器、馬肉の楽器。昔から馬肉を食する文化を持った新庄ならではの馬筋肉、馬楽器の煮込み。脂身が少なくて噛むと旨味が出てくる感じでした。北あかりの煮っころがるし、北あかりの煮っころがるし、もちもちしてる感じが、うん、北海道のじゃがいものコクっていう感じじゃなくて、あ、もちもちっていう、さつまいもの感覚に近い。おそして馬刺しをいただきました。新庄市といえば馬刺しと言われるくらい有名な馬肉、新鮮でした。ちょっと味見してみてください。あ、それね、それ食べたかったの。ちょっと変わった一つ、いただきます、はい、トントン、はいはいはい、何でしたっけ、トビタケ。美味しいよね、トビタケね。トビタケとは山のものですか。山のものらしいです。らしいちゃんとした、うん、あの天然産地はって言ってきた。知られざる山形の珍重キノコ、トンビタケ、トビタケ。夏の暑い時期に採れるキノコ。採りたては薄茶で少しずつ飛び色に変わる不思議なキノコ。天然物はとても貴重で、珍重キノコとも言われているそう。味が濃くて美味しかった。そして話題は東北の郷土料理として食べられているイナゴやバッタの昆虫の話となりました。別に好き嫌いは何も、うん、あ、昆虫以外は昆虫はダメだ、うん、あ、イナゴではダメ。イナゴの昆虫はとなんか東北昆虫って聞いたからイナゴにダメ。イナゴがダメだ。今ね、こっちの人は金じゃんね。食われんで、ね、いないもん、いねえよ、いねえよ、にゃダメなんだよ。いないんだ。虫いねくなったわ、今こっち。蝶々だって飛んでねえぜ。蝶々だって飛んでねえぜ。そうか。東北では日常的に昆虫を食べていると思っていたので意外でした。イナゴ入りという山形の伝統的郷土料理があって、かつて農村の貴重なタンパク源としてイナゴが食されたということで、からりと香ばしい入りイナゴがあるそう。そして良質で献上品となるような山形の鮎、こちらは鮎田楽。鮎に味噌を塗って焼く、夏から秋にかけての祭りごとに出されるご馳走なんだそう。その他新鮮野菜のお料理をたくさんいただきました。実録、山形のお盆の日、驚きの風習。山形の朝食いただきます。エゴグサを煮溶かして、うん、エゴグサは水で煮で固めて、うん、固めたやつ、うん、そして山の幸、ゼンマイ。今日はお盆なので精進的料理で、これがお赤飯、ツヤツヤしてる、エゴからし醤油でいただきます。こんにゃくに似てるんだけど、すごい柔らかい感じ、ね、普通何もない、普通全然ない、うん、
なんていうかな、こんにゃくのイメージとは全然違ってね、なんか寒天。なるほど。うん。うん、このエゴの香りなのかな、草の香りがする。ああ、うん。本当だね、その草じゃないけど。草の香りがするっていうね、の寒天。うんうん、海なんですか。海。海なんだ。海の。ああ。ハスの花がこのあお釈迦様が座ってる。あれを。葉っぱ。うん。お盆独特の風習で、ハスの花の葉っぱに赤飯、小豆の赤飯を乗せている。え？これ。リンなんだ。あ、違うの。あれ？それはリン。田んぼ一面だ、うん、田んぼ広大、うわすごい綺麗よ。そう、東北のお墓参り初体験。こう森に囲まれてすごいいいね、こういうところで眠るのいいね。この人は東北の。あ、これはお墓参り。ハスの葉っぱ。わあ、お供え物。ハスの葉っぱに載せるんだね。文化が違う。水をこう、お重の中にお赤飯を入れてこうカクカクこう持って歩く。ナスの馬っていうか動物っていうか、うん、これお赤飯、いろんなお赤飯が各いろんな人たちがご家庭がこう持っていくから、いろんな種類のお赤飯があるの。稼ぎ時だ。カラスの稼ぎ時。年に一度のごちそうじゃん。祭りだ祭りだみたいに、ね。あずきの色？ほとんどあずき。これは特別に。あ、米の色が、米が違うんですかね。梅雨いっぺいれだね。梅雨。だから色付け。古代米のような。ああ。あずきの色がついてる。古代米のようなあずきの色がついてる。うん、そして晩餐。お盆の夜は親戚が集まります。山の幸と新鮮野菜をたくさんいただきました。そして翌朝、今日の朝ごはん、白いゴーヤ、珍しい。味は同じなの？味はなんかよ、違うんだ。緑よりや、うん、苦くないっていうか。おでも収穫量って少ないんだって、うん、そしてで、あ、出ました、これ出汁。出汁は郷土料理で、きゅうりやナスなどの水分が多い夏野菜に香味野菜を刻んで加えて味付けしたもの。夏の定番料理なんだそう。つや姫、つやつや、本当につやつやです。これ一番ね、塩をかけて食べたのが美味しかった。塩が一番かもしれない。白いゴーヤーと卵、これは白いゴーヤー、白いゴーヤー、塩もみして、塩もみして白いゴーヤーいただきます。ん？本当だ、苦味が薄いっていうか、うん、うん、苦味が美味しい。あ、なるほど、苦味、なるほど。緑だとすごい苦い、苦いのが強いんでしょ、うんうん。名物だしです。家庭でいろいろ違うみたいだけど、きゅうり刻んだやつと、とろろのなんか昆布みたいな感じでネバーっとしてる感じなんでしょうか。早速ご飯でいただきます。だし、うん、
食べた感じはね、オクラ。あ、うん、だけど、キュウリのシャキシャキっていう感じと、今昆布が入ってるから、昆布の出汁感がある。なるほど、うん、シャリシャリシャリってなんていうの、夏の食べ物だよね。なるほど、なるほど、うん、くるみ寒天。ゴーヤのお菓子、すごく苦いと。じゃあ、けゴーヤの普通のゴーヤの緑のお菓子。ん？甘さと苦味って意外といいんじゃない？旅まだまだ続きます。次回は山形を観光します。チャンネル登録高評価励みになります。ご視聴ありがとうございました。